はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。結局昼寝しませんね。今日朝10時半まで寝たせいでしょうかね。眠たくならなかった。喉乾いから、喉が乾いたんでさっきビール系飲料一缶飲みました。今日4本目やあかんやんまだ酔っ払うやんみたいな感じですけど、まあ一缶ぐらいでは酔いませんけどね。さて行きましょうか。眠たくならないんでね、ずっといろんなことやってますけど、ダイヤモンドオンラインでございます。ここのとこだいぶお見限りでございましてですね、昔は仲良かったんですけど、ダイヤモンド最近何も誰も言ってけへんやんお前にもということでございまして、お前なんかいらんわって言われてるみたいですね。ダイヤモンド編集部藤田明夫さん、この方ね、お会いしたことあると思うんですけどね、でもそれでも10年ぐらい前かな、よう知らん。いや、10年はオーバーか。5、6年前かもしれませんね。なんかお名前に覚えがあります。編集員って偉なってるんよ、ほんまに。ええねんけど。マーチじゃ肩身が狭い。最低でも早慶。タワマン住民の中学受験をタワマン文学の先駆者が語るという。読んでしまうねん、こんな。こんなん読んでしまうわ、ほんまに。タワマン編集部藤田明夫編集員ですね。作家外山薫インタビューということですね。ちょっと全部読みませんからね、リードこんな感じですね。湾岸タワマンの住民といえば高年収ビジネスパーソンやパワーカップル、医者や弁護士であり、医者弁護士はそんな多くないと思いますけどね、中学受験に最も熱心な層と言っても過言ではない。特集、我が子は伸びる中高一貫校、塾&小学校、全29回の26では、タワマン×中学受験の実態をタワマン文学の先駆者で、今年息が詰まるようなこの場所で角川を上司した窓際三等兵改め、外山薫氏が激白する。聞き手、ダイヤモンド編集部編集員、藤田明夫。僕のとこには何も聞きに来てくれへんやん、ほんまに藤田さん。外山さんとこ行って、ほんま、言えわ、ほんまに。まあ、全然いいんですけど。全然いいんですけど、面白いやんと。聞き手ですね。タワーマンションに住む人々の悩みや葛藤をツイッターなどの SNS で書き話題となったタワーマン文学ですが、その先駆者である窓際三等兵氏が作家名を外山、カオル、なんと、かっこよすぎるよ、外山カオルって。窓際さんどうやってなんであかんねん、みたいな。に変え、息が詰まるような、この場所でお上司されました。反応はいかがですか？ツイッターでバズり、かっこ話題になる。安いのがタワマンいじりや中学受験ネタなんです。あ、そうなんですか。まあ、タワマンいじりはわかりますけどね。中学受験ってバズるんですか？昔塾講師をしていた時に合格数など数値で一喜一憂する人がいるのは面白いなと思っていました。はい、肌感覚ですがタワマン住民も坪単価などにこだわる人が多くてどこかに似ています。なかなか鋭い指摘やね。読者は大きく2種類いると思っています。一つ目がタワマン住民を知っている人で40、50代でいい会社に勤めていて住宅ローンを組んでいるような層で親近感を持ってくれています。二つ目は東京ってこういう風になっているんだとこれを読んで知ったそうですね。タワマンは特殊な世界ですね。一昔前まではタワマンの価格は高くありませんでしたが、価格高騰により住民は一流企業勤めのピカピカな層が増え、年収1000万円は当たり前、東大卒の親がゴロゴロいるような世界ですごいなと思います。そうした住民が多いので、中学受験に対してツイッターの世界では最低でも早慶、マーチだと肩身が狭いと言われています。あ、すみません。外山ちゃいますね。富山ですね。富山薫、1985年生まれ。若いんですね。85年生まれと言いますと、まだ30代ですか。慶応義塾大学卒、大手メディアの記者を経て IT 企業に定着。2022年から兼業作家として活動開始。名前はペンネーム。2023年1月に息が詰まるようなこの場所で角川を上司。
ターマンに住んでいると中学受験しなければいけないと思う、圧力が強いと聞きます、G ページではなぜターマン住民に中学受験をさせる場合が多いのかって、僕次のページ読めんやろうか。これ会員です、会員、プレミアム会員、僕プレミアム会員ちゃうね。続きを読むには会員登録が必要です。あかん、読めへんやん、読めへんやん、これもう読ましてえな、ほんま読みたいわ。最近こんなんばっかりやん。もういい、これあかん、いけへんわ。ここまでです。はい。僕たまに住んでませんけども、子供の中学受験は経験をしてるというか、子供は経験しましたね。私は経験しませんよ。あ、僕は中学受験をやろうとしました、自分自身は。結局偏差値が足らずにですね、受けませんでしたけどね。まあ、僕だいたい受験に弱いんですよ。受験に弱い、受験だから高偏差値の学校には受からなかった人間なんですね。なんでだから受験偏差値は非常にこうそんな高くない人間でございます。と言ってあんまり努力もしませんでしたけどね。高校3年の9月号から必死で、勉強しましたけど、必死ででもないか。まあそれなりに勉強しました。はい。で何て言いますか、親が熱心ですね、中学受験というのは。僕は全然熱心ではなくて、いつも怒られてましたけどね。あんた行きなさいよって言われて、いて、時々塾とかですね、塾1回か2回行ったかな、2回ぐらい行ったかな。で、中学に入りましてですね、中学に入ったらですね、子供の一人が中学に入りました。国立中学に入ったんですけど、全然もう私は関心ないんですけど、1回だけね、保護者会に行かされましたね。たまには行けって言われて、いやいや行ったんですけど、ただまあお父さんの多いこと多いことね、えみんな熱心で、そんなもん、別に受験は本人がするもんであってね、親がするんちゃうん、ほんまに。なんか中学受験は親子でするっていう話がありますけどね。塾の先生はそう言ってたらしいですよ。僕は直接聞きませんでしたけど。そのね、うちはそうですね、その同じ塾で、お世話になったんですけど、塾の先生がなぜかですね、数回しか会っていないんですけども、合格した時にね、ありがとうございましたって言いに行くでしょ。その時はやっぱり僕も駆り出されて行くんですよ。でその他ね、全然関係ない話でね、その英語の先生があってね、その先生が英語の先生で、で私インチキな英語は使うんですけども、ちゃんとした英語を使えない人間なんですね。で子供の一人がこうちゃんとした英語を使わなあかんこうシーンがありまして、その時お世話だったんですよ。お願いします先生をね、メール送らなあかんっていう時あって、その時お世話になって、まあ、多少話をしたりして、まあ、その先生とは仲良かったんですけど、この前ね、ここにお見えになりましたよ。奥さんと一緒に、綺麗な奥さん、その塾の先生ですけどね、職場結婚してんねん、ほんまに知らんうちに。で、マンション購入のご相談にお見えになって、いやもうお世話になってるんでね、できるだけ丁寧にこう、まあ普通丁寧にやるんですけどね、もうお話をして、いやいや、その先生とはなぜか私仲良しなんですよ。もう何年も会ってないですけどね、2、3年前に来られてましたけど、いやいやいや、まったく可愛い子供連れて、まあそんなんいいんですけど、僕はあんまり熱心ちゃうんですよ。熱心ちゃうんですけども、その塾の説明会行った時もお父さん多かったですね、ほんまにね。お父さん多かったわ、ほんまに。でたまに住んでるような連中って大体皆さん中学受験をするでしょうね。ドメスティックな方は、海外転勤ある方はなかなか難しいですけども、で今流行りはね、そのあれなんですよ、インターンに行かしてるっていう、まあ、タワーらしいでしょ。実はですね、湾岸エリアっていっぱいね通えるインターンあるんです。でインターンってね、何かのメリットがあるとすればね、英語喋れるようになるだけでしょ。それだけなんですよ、見てて。それで年に200万ぐらいかかるんですよ。で正式の学校卒業にならないです。あれ学校法人ちゃいますから。で小学校中学校の卒業にならないです、日本の。
だから大学でどっかに入ってですね、大学卒に、大学だけは卒になるわけですね。まあ、それで十分なんですよね。で、それで十分なんですけど、まあ、タワマンってそういう人たちは多いわけでして、マーチでは、なんとなく、ね、早慶とかって、な言うけどね、いや、別にそんな。私は同志社大学っていうところですね、慶応義塾、両方の卒業証書持ってるんですけど、それでね、どうしましょうか、何か得をしたかというとですね、得しました。まず、同志社卒業ということでずっとやってたんですけど、バカだとは思われないっていうレベルですね。学校聞かれて同志社ですって言うといたら、まあ、実は京都ではバカなんですよね。僕の生まれ育った実家の周辺では同志社って言ったらアホじゃんかと思われるんですけど、東京に来るとですね、ちょっと賢い大学やという思ってくれる人が多かったですね、私の周辺では。慶応すごいですよ。慶応はいいですよ。あんまり大きい声で言いませんけどね、慶応の卒業証書を持ってることでね、得したことは実はいっぱいあるんですよ。いや、これはおすすめですよ、はっきり言うて。東大よりいいかも分かりませんよ。僕みたいな仕事をしてるとね、要は組織に所属しないでしょ。そうするとですね、お互いの信用だけでしょ。初めて会った方でもですね、お互いに慶応やったらね、あれなんですよ、信用してくれるんですよ。すごいでしょ、これ。いや、これはいいですよ。あんま大きい声で言いませんけど、こんなにしときましょう。タワマンの住民はやっぱりですね、学歴にこだわる人多いでしょうね。で、中学受験やるっていうんですけど、まあ、頑張ってくださいと言うしかないですね。ダイヤモンド。たまにうちにも来てえな、ほんまに。もう待ってんねん、ほんまに。でもネタがないでしょ、今ね、私インタビューする。はい、ということで、このダイヤモンドオンラインの、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。